令和に入って共に負けなしの両チーム、どちらが上位に食い込むきっかけを作るでしょうか。2019明治安田生命 J3 リーグ第10節、 AC 長野パルセイロ対カターレ富山の一戦をお伝えしてまいります。上空は雲が広がっています。長野県長野市にある長野 U スタジアムです。それでは両チームの予想フォーメーション、まずは長野です。システムは 3-4-3 です。ゴールキーパーが小澤、ディフェンスは松原、大島、内野の3バックです。ボランチは明神と山田、両ワイドは内田と有永、ワントップ竹下、ツーシャドウ三上と東という 3-4-3 の予想フォーメーションです。アウェーカターレ富山の予想フォーメーション 4-4-2 の予想フォーメーションです。ゴールキーパー榎本、ディフェンスは4枚、右から八木下、谷奥、大、前島です。ボランチは薄井と花井、両ワイドは佐々木陽次と白石、そしてツートップ斉藤隆二と、今日リーグ戦今シーズン初先発となる田中智弘です。前島は今日もサイドバックのポジション、パスで前に送りましたがここは合いませんでした。三上がワンタッチ、竹下前を向く、竹下シュートを打っていった。これが両チームにとって最初のシュートとなりました。三上のワンタッチ、そして前を向いた竹下。斉藤、ここで白石がもらう。佐々木陽次シュート、左に外れました。富山にとっておそらくこれが最初のシュートということになります。ここにセンターバックの内野、そして山田、三上ワンタッチで、さあ東が打つか、内田がクロスボール、シュートは打てない。竹下、センターバックの内野のクリア、セカンドボール花井、花井からパスが通った、白石、斉藤、斉藤からパスが通るってシュートは打てるか、こぼれた、左に外れた。これはオフサイドのフラッグが上がっています。最後は佐々木陽次のシュートでした。リプレイです。この田中のボールがオフサイドという判定です。富山のボールで始まりました。左から右に攻める富山、右から左に攻めるオレンジのユニフォームが長野です。まず前線にボールを送っていく、収める、ワンタッチで左足シュート、こぼれて入りました。後半早々立ち上がり、田中が決めました。富山先制、開始からわずか20秒。リプレイです。八木下のクロスボール、ここにうまく収めて斉藤、そして最後は田中のシュート、強さがありました。ゴールキーパー小澤が触りましたが、富山はサブのメンバーが太田新井、佐々木和樹、ルーカス・ダウベルマン、あ、ここは斉藤です。斉藤のクロス、ヘディング、田中2ゴール目、ドンピシャリ、田中のヘッド、追加点を挙げました。後半の17分、素晴らしいクロスにしっかりと合わせました。斉藤のクロスボール、頭で合わせました田中智弘。花井がドリブルで行って斉藤へ、パスが通るか、花井、花井が浮かせる、ヘディング、左に外れた。決めればハットトリックというシーンでした。キッカー岩沼、大島、頭で合わせた。最後は津田、津田今シーズン初ゴール、長野1点を返します。
リプレイです。まずセンターバックの大島がここで叩きつけるヘッド、そのボールに津田が合わせました。津田智弘は今シーズン2試合目の出場にして初ゴール。さあ前に運びたい長野、津田、スラス、大城、収められない。ここで試合終了。富山今シーズン初の2連勝、今シーズン4勝目を挙げました。無敗記録も8に伸ばしました。田中の2ゴール、点差を縮められましたが逃げ切りました。一方の長野、リーグ戦3連勝とはなりませんでした。